スコタマゴチニョーン。お金で逃げるのはやばい、うん、やばいけど取るならいっぱい取らんと、ね、お金ないとね。お金があったら目ギンギラギン、ギンギラギン。人と100万でも俺は人なんだけど、1000万ぐらいからかな、1000万ぐらいから人を捨てるから。お金と友達どっち取るかってお金やもん。100万円じゃならんけど、じゃ友達おらんけさ、絶対お金ないよ俺さ。普通に思うよ、あのさ、俺居酒屋で東京でねちょっと働きよったけどさ、小企業、中小企業のレジ金を抜いて逃げたね、パパさんとかおるんよ、パパさんとか。そういうの見たらさ、東京やと思って。あのさ、普通に考えて、冷静に考えても、もうおじさんだしさ、なんかパパさんだし立派な人だし店長とかっていうのもあったりさ、普通に考えてさ、取るならさ、まず最低でも1000万ぐらいで飛べよって言うんだな。これダメか、ダメだこの話。普通に俺そういう時思うよね。思わ、普通に思わ。だってさ、1円取ろうがさ、まあ1円は分からんけど、1000円取ろうがさ、1億取ろうがさ、捕まるんだよ。分からん、罪が大きいかもしれんけど、そこら辺のおばあちゃんのさ、ひったくりするじゃん。で、財布から3万円奪い取った感じのなんかひったくりとかもあるじゃん。バカじゃないと思う。手持ちで1億とか1000万で思ってる人いないでしょね。バカじゃないのって思う。なんかね、もっと取れよ、もっと取るなら。もっと取るなら取ろうよ。え、分からん。え、だから本当に頭悪いんだ。俺も頭悪いけどさ、年齢の悪いななんか賢いって言われるんだけどね、頭悪い俺でもね、純粋にお金欲しいってなって、でもお金取ったら捕まるよ。でもさ、お金の方が大事だって思ったわけでしょ、お金を取るってこと。じゃあさ、もう天秤かけても犯罪を犯してでも取りたいってなったら、もう1000万ドル1億ぐらい取れよ。100万とかうん十万ってさ、月で絶対なくなるじゃん。そんなんさ、犯罪者ないからさ、俺やったら海外逃げる、絶対 100% 100%、 これも 100% で、3万は大きいよ、大きいけど、どれならね、だってそれで犯罪で捕まるんだよ。こうなったけど今。ありがとう。